ひらまチャンネル。こんにちは、ひらまですけれども、はじめよろしくお願いします。しゃがんでこっち向き、あ、こっち向き、あ、そう、あ、まぶしい、眩しいね。ひらまチャンネル。コトコってね、面白いっていうか可愛い名前ですね。誰かが濡れた。コトコちゃんはお母さんにお父さんに？自分ではお父さんにって思ってるんですけど、お母さんにってよく言われる。あ、本当？はい、ちゃんとね、目力があっていいですね。はい、撮るとやっぱり一番こう、まあ、なんていうのかな、強い、ビジュアル的に強い部分というか、まあ、印象的な部分にやっぱり惹かれていくっていうところがあって、でそれでやっぱり普段は撮らないアップがすごく多くなったっていうのはちょっとかなり特徴的というか、アップってあんまり好きじゃないんですね、好きじゃないけども自然とアップになったっていう。ちょっとレンズ変えます。85、はい、撮りながら例えば全身でね、その海があって彼女が立ってる時、今一番どこがいいのっていうのを常にこうスキャン、こう画面内全部スキャンしてるんです、こうハイスピードで。でそうするとやっぱりこう、あ、やっぱり顔だっていうのでレンズを変えて85ミリしてこうピュッと寄っていくっていうのの割とこう繰り返しだね。なんかお母さんがすごい、お母さん燃えてるね、結構ね。ずっと浜辺で撮影をしてる時にお母さんが遠くからすごい2メートル以上あるかな、ちょっと流木を遠くから運んでる、僕がコトコちゃんを撮りながら横目で見てたんですね。でそれをまあコトコちゃんに渡したわけですよね。なんかそのぐらいからすごく表情とかが変わっていったっていうのが、まあ後から写真を見返すとすごく分かった。いいね、かわいいね。最初のシーンと途中結構リラックスしてきたシーンを見てて思ったんだけど、なんかねシャッターの音が違うんだよね。よくね、あのカメラっていうのはこう一つパーカッションというか楽器として捉えてるって話をたまにするんだけど、やっぱり楽器としての音色っていうのはやっぱりね、例えばパーカッション叩いてて叩き始めとやっぱり自分がすごいこう乗ってきたところで、当然楽器の同じ楽器でも音色が変わるように、カメラの音色っていうのも同じカメラを使っていても変わるんだなって初めて実感した。
ちょっと寒くなってきた ね、 ね今日の夕飯は何かな。え、マジかって感じです。普通に驚きって。ひらまチャンネル。